ボンバーマン、ご紹介するよ。これは1985年にハドソンから発売されたアクションゲームだよ。ボンバーマンってどんなゲームなの？爆弾を使って敵を倒し、迷路をクリアするゲームだよ。最初はパソコンで発売されたんだ。それがファミコンや他の機種にも移植されたんだね。そうだね。特に PC エンジン版は重要な作品なんだ。コミカルなグラフィックと多人数対戦が特徴だよ。多人数対戦って何人までできるの？マルチタップを使えば最大5人まで一緒に遊べるんだ。これが後のボンバーマンシリーズのスタンダードになったんだよ。それは楽しそう。他に特徴はあるの？ドクロマークを拾うと病気が伝染するシステムも初めて実装されたんだ。これも後のシリーズで定番になった要素だよ。ゲームの進化を感じるね。そうだね。PC エンジン版はグラフィックやサウンドも向上しているんだ。色鮮やかでより楽しめるようになっているよ。ボンバーマンシリーズには他にどんなキャラクターがいるの？主人公のシロボンをはじめ、乗り物キャラのルーイやキラ、助言をくれるドクター、アインなどがいるよ。敵キャラにはバブラーやヒゲヒゲ団の無情などが登場するんだ。キャラクターも豊富なんだね。シリーズ全体で見るとキャラの個性が際立っているんだ。ボンバーマンをプレイすることをボバル、プレイヤーをボバリストと呼ぶんだよ。面白い言葉だね。そうだね。シリーズのファンにはおなじみの言葉なんだ。ちなみに最新作のスーパーボンバーマン R では最大64人でのオンライン対戦もできるんだ。それはすごい。基本プレイ無料で任天堂スイッチや PS4 などで楽しめるよ。スーパーダラヤス、ご紹介するよ。これは1990年3月16日に PC エンジンで発売されたアーケード移植のシューティングゲームだよ。アーケード版とどう違うの？アーケード版は3画面を使った迫力満点の筐体だったんだ。でも家庭用では1画面にアレンジされているんだよ。それでも面白いの？アーケード版ではボツとなったボスキャラが参戦しているんだ。さらに26ステージという膨大なボリュームを実現しているよ。それはすごいね。そうだね。アレンジ移植だけど完全に新しい作品と言ってもいいくらいだよ。グラフィックやサウンドも PC エンジンの性能を生かして高品質なんだ。具体的にはどんな特徴があるの？巨大なボスキャラや多彩なステージ構成が魅力だね。特に水生生物をモチーフにしたボスキャラが印象的なんだ。どんなボスがいるの？例えばキングフォスルやエレクトリックファンなどがいるよ。それぞれ独自の攻撃パターンを持っていて戦略が必要なんだ。戦略的なシューティングゲームなんだね。そうだね。さらにド派手なエフェクトや BGM も楽しめるんだ。 BGM はズンタタが担当していて迫力満点だよ。音楽も重要だね。ゲームの雰囲気を盛り上げてくれるんだ。ちなみに E のバーチャルコンソールでも配信されていたんだよ。ご紹介するよ。これは1989年9月8日にナムコから PC エンジン用に発売されたシューティングゲームだよ。どんなゲームなの？ファンタジーゾーンみたいにお買い物でパワーアップしていくシューティングなんだ。天才科学者の博博士が作ったオーダインという夢の装置が物語の中心だよ。ストーリーはどんな感じ？悪の軍勢にオーダインと博士の婚約者がさらわれちゃうんだ。博士が戦闘機に乗って救出に向かうっていう設定だよ。アーケード版との違いは？
回転拡大縮小の演出やボイス、二重スクロールはなくなっちゃったんだ。でも2人同時プレイができたり、擬似的な回転を再現したりしてるよ。 PC エンジン版の特徴はステージのバリエーションが豊富で、 BGM も素晴らしいんだ。プレイしていて本当に楽しいシューティングだよ。評価はどうなの？ファミコン通信クロスレビューでは28点、満40点お得得したんだ。 PC エンジンファンのよもの投票では 22.54 点、満30点。全ソフト中121位だったよ。結構人気があったんだね。そうだね、アーケード版の演出をうまくアレンジしたって評価されてるんだ。今でもレトロゲームファンに愛されている作品だよ。プレイしてみたくなってきたな。実は Wii のバーチャルコンソールでも配信されてたんだ。最近だとアーケードアーカイブスで遊べるよ。今でも遊べるんだね。カズニック、を紹介するよ。これは1990年にタイトーから PC エンジン用に発売されたパズルゲームだよ。どんなゲームなの？同じ色のブロックを接触させて消していく落ち物パズルゲームだよ。ぷよぷよやコラムスのような感じなんだ。目的は何なの？画面上に最初から存在しているブロックを全て消すことが目的だよ。スコアアタックや長時間プレイとは違うんだ。アーケード版と違う点は？アーケード版では全てのブロックを消すと脱衣シーンがあったんだ。でも PC エンジン版ではそのシーンはないよ。それは家庭用だから仕方ないね。そうだね、その代わりにタイトーの他のゲームから女の子が出演してくれるんだ。どんなキャラクターが登場するの？キキカイカイのサヨちゃんやタイムギャルのレイカちゃんが登場するよ。同社のゲームファンには嬉しいサービスだね。それはファンにとって楽しみだね。ゲームの進行を楽しみながらキャラの登場も楽しめるんだ。ステージも多彩で難易度も徐々に上がっていくよ。難易度が上がるとどうなるの？ブロックの配置が複雑になって戦略が必要になるんだ。考えながらプレイするのが楽しいよ。ハットリス、を紹介するよ。これは1990年にタイトーから PC エンジン用に発売されたパズルゲームだよ。どんなゲームなの？テトリスでおなじみのアレクセイ、パジトノフ氏が作った落ち物パズルゲームなんだ。上部から落ちてくる帽子を積み重ねて、同じ種類の帽子を5つ重ねると消せるんだよ。テトリスと似てるね。そうだね、でも帽子をうまく重ねて傘を減らす戦略が必要なんだ。一番上まで積み重なるとゲームオーバーになるんだよ。ステージクリアの要素はあるの？ステージクリアごとにセールという名目で特定の帽子を消すボーナスがあるんだ。これがエンターテインメント性を高めているんだよ。アーケード版と家庭用版の違いは？アーケード版では全てのブロックを消すと女性キャラクターの脱衣シーンがあったんだ。でも PC エンジン版ではそのシーンはないよ。それは家庭用だから仕方ないね。そうだね、その代わりにタイトーの他のゲームから女の子が出演してくれるんだ。どんなキャラクターが登場するの？キキカイカイのサヨちゃんやタイムギャルのレイカちゃんが登場するよ。同社のゲームファンには嬉しいサービスだね。それはファンにとって楽しみだね。ゲームの進行を楽しみながらキャラの登場も楽しめるんだ。ステージも多彩で難易度も徐々に上がっていくよ。難易度が上がるとどうなるの？ブロックの配置が複雑になって戦略が必要になるんだ。考えながらプレイするのが楽しいよ。評価はどうなの？ファミコン通信クロスレビューでは28点、満40点お得得したんだ。 PCエンジンファンのよもの投票では 22.54 点、満30点。全ソフト中121位だったよ。結構人気があったんだね。そうだね、アーケード版の演出をうまくアレンジしたって評価されてるんだ。
今でもレトロゲームファンに愛されている作品だよ。ファイナルラックツインを紹介するよ。これは1989年にナムコから PC エンジン用に発売されたレースゲームだよ。どんなゲームなの？もともとはアーケードで大人気だったファイナルラックを移植した作品なんだ。アーケード版はデータリンクを利用して最大8人でプレイできたんだよ。それはすごいね。 PC エンジン版の特徴は？2人同時プレイが可能で、画面を分割してプレイできるんだ。当時としては非常に画期的な手法だったんだよ。マリオカートみたいな感じだね。そうだね。さらに PC エンジン版オリジナルのロールプレイングゲーム風のモードもあるんだ。装備がギアで、戦闘がレースになっているんだよ。それは面白そう。具体的にはどんな感じ？パロディネタに満ちた内容で、全体的にユーモアがあるんだ。ステージをクリアしていくと装備が強化されるんだよ。難易度はどうなの？徐々に難しくなっていくけど、やりがいがあるよ。レースの操作感も良くて、初心者でも楽しめるんだ。グラフィックやサウンドはどうなの？グラフィックは色鮮やかで、サウンドも迫力があるんだ。特に BGM はレースの雰囲気を盛り上げてくれるよ。評価はどうなの？ファミコン通信のクロスレビューでは28点、満40点を獲得しているんだ。 PC エンジンファンのよもの投票では 22.54 点、満30点。全ソフト中121位だったよ。結構人気があったんだね。そうだね。アーケード版の魅力をうまく家庭用にアレンジしたって評価されてるんだ。今でもレトロゲームファンに愛されている作品だよ。アウトランを紹介するよ。これは1986年9月にセガから発売されたアーケード用ドライブゲームの移植だよ。どんなゲームなの？他のレースゲームと違って順位を競うんじゃなくてドライブを楽しむゲームなんだ。フェラーリ、テスタロッサ風のオープンカーで、制限時間内に目的地を目指すよ。背景や音楽はどんな感じ？異国情緒あふれる海外の車道、美しい背景と BGM の中でドライブするんだ。特に BGM は3曲から選べて、当時大ヒットしたんだよ。難しそうだけど、気楽に遊べるの？速度調整とコースアウトには気をつける必要があるけど、妨害がないから比較的気楽だね。でも、制限時間内に目的地に着かないとゲームオーバーだよ。開発者はどんな人なの？鈴木博士さんっていう、セガの天才ゲームクリエイターが作ったんだ。彼はヨーロッパを旅してゲームのステージのインスピレーションを得たんだよ。すごい情熱だね。他に特徴は？全部で15ステージあって、途中で道が分岐するから16通りのルートが楽しめるんだ。砂漠や古い街並み、風車のある通りなど、さまざまな景色が楽しめるよ。グラフィックはどうなの？当時としては革新的な 3D 効果を出すスーパースケーラー技術を使ってるんだ。これでスムーズな 3D 体験ができるようになったんだよ。評価はどうだったの？大ヒットして1987年に世界で最も稼いだアーケードゲームになったんだ。多くの家庭用ゲーム機にも移植されて何百万本も売れたよ。今でも遊べるの？最近だと任天堂スイッチや PS4 でリマスター版が遊べるんだ。 60fps で動くようになって、さらに楽しめるようになったよ。それは続けます。一人で強くなる、そして戦いを諦めません。俺は俺は止まらない、全ての夢を
叶えるまで。それは続ける、俺は強くなる、沈むかもしれない。